たちは弥勒菩薩と猫が合体した立体作品です。それぞれ100体限定で制作された弥勒猫という立体作品のサンプルです。実物とは少しずつ異なります。それぞれが関係する色のエリアで会場を見守ってくれています。弥勒猫の近くには猫にまつわる作品を展示しています。いずれも旅行編にいた猫たちです。例えばこちらの作品は、タマが描かれています。こちらはタイトル通りバーゴとミンネが描かれています。こちらはですね、資料整理をしている時に B1 サイズのポスターのような状態で3色1枚ずつ発見したものです。この柄の中に1982年と書いてあって、画家転向直後のものということと、その色合いが今回の展覧会コンセプトにぴったりだなと思いまして、壁紙の一つに使わせてもらいました。これまでテーマごとで紹介してきた作品がカラーで分類したことでバラバラになっています。ワイシロはあらゆる色で描かれていますね。他にもいろんなテーマやシリーズをいろんなカラーのエリアから探してみてください。例えばピンクガールは赤と青のエリア、赤のエリア、黒のエリアで見つけることができます。AW マンダラは赤のエリア、黄色のエリア、青のエリア、黒のエリアで見つけることができます。横尾さんの自画像も赤、緑、黄色、青のエリアで見つけることができます。ぜひ探して比べてみてください。